誕生から1200年を迎えた古都京都。今月の集まれウィンズ仲間は、この歴史の深さを街の面影に残すロマンあふれる京都にお邪魔します。全国のウィンズ仲間の皆さん、こんにちは。米米クラブビッグオンズビーの織田昇太です。さて、今日はですね、1200年の歴史を持つ古都京都にやってきてます。それで今日お伺いするところはどこかと言いますとですね、僕も大好きなバンドですけど、京都洛南高校。いいですよ、あの男子校ですしね。もう僕もなんかいつもね、あのよくお話ししたりするんですけどね、今日はとっても楽しみです。それでは早速行ってみましょう。現在部員数49名、顧問の宮本先生の指導のもと、激戦区関西支部から幾度となく全国大会に出場するなど好成績を収めているバンドです。吹奏楽部の練習場、クラブボックスというらしいです。それでは早速行ってみたいと思います。こんにちは。ジョいやいや何すごいですね、気合入ってますね。びっくりしましたね。ワン、ツー、スどうも、こんにちは。いや、お久しぶりです。お久しぶりです。いや、いやすごいですね、このブース。これいい部屋でしょ、これ。いや、いいですね。このサッカーのボールが飛んできそうなこの感じ。いや、僕も高校の時の部室はこのぐらい狭かった。あ、そうですか。密度が高くて男臭い。あ、そうです。僕も男子校ですから。あ、そうですか。男臭いのになる。そうですね。すいません、昨日私餃子食べてきた。あ、そうですか。あ、それは違いです。まあ、いい部屋でしょ。いい部屋ですね。いやでもうすごいですよ。うん、それでは、部長さんにちょっとインタビューしてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。お名前は何ですか？あ、本庄です。あ、本庄君。はい。この洛南高校吹奏楽部、クラブのモットーとしてるものは何ですか？まず礼儀正しくなくて、礼儀正しく明るくいこうということです。あ、声でかいもんね、ちょっとね、脅かされてるみたいな。あとは？あとはやっぱり自分のやりたいというか、自由なところを出していくことです。ああ、なるほどね。で、この部室、このいいね、この長椅子珍しいよね。これはもうずっとこの長椅子。はい、もう使えなくなった長椅子とかをここの部室に持ってきて、はい。というわけで、明るく礼儀正しくハキハキと行ってみたいと思います。洛南高校吹奏楽。それでは洛南高校の1日の活動を覗いてみましょう。まずは朝練習。7時55分に先生が来ると、部員はグラウンドに整列。
グラウンドの反対側にいる先生に届くよう一人一人大きな声で挨拶します。はい、始めます。じゃあ宮本先生です。じゃあ中島先生です。じゃあ、そしてお隣の当時に向かって合唱。気持ちを落ち着け精神統一。合唱し終わると洛南名物洛南ファイトの掛け声。全員の息の合ったところで練習にレッツゴー。練習を終え授業に向かいますが、ここでマーチングの練習。隊列を組んでグラウンドの端まで行進します。さて運営ですが、お昼休みにリーダーと先生で運営方針を決めています。いつも青空の下、明るい気分でミーティングです。放課後はパート練習の後、全員で基礎練習。そして合奏練習。ラッパが出る一小節前な。せーの、ワン、ツー、スリー。あーっていうの違って、パーンとこういけへんかな。パッパーン、バーな。パッパーン、バーこう違って、パーンとこういってくれ。もう一遍いくぞ。ええ雰囲気にせえや。俺たちは下手くそなんやから、いいか。俺たちは下手くそなんやから、それからどうしたらいいんやろ。下手ばっかり集まって音楽が好きなもんが集まっとるわけやろ。それ一生懸命やるの何をすんねん。ええ感じを作ったらいいわけやろ。ええ感じ作るために一生懸命やるわけやろ。それうまい格好してもしょうがないやないか。俺もむちゃくちゃやし、みんなもむちゃくちゃやないか。そやけども伝わったらいいわけや、ええ感じが。自分たちがええ思ったことをやったらええわけや。ええ感じを考えないでやったらあかん。いうの頭な。活動について3年生に聞いてみましょう。練習はこの前ちょっと資料見たけど、日曜日は練習しない、はい、ほぼしまったんです。本番の1週間前の日曜日とかはやりますけど。ああ、本番の1週間前の日曜日っていうとほとんど1回っていうなんか今からの当面の目標はやっぱり定期演奏会なんですけど。あ、定演はいつあるんですか。定演は来年の1月7日の新春コンサートみたいになってしまうんですよ。あ、なるほどなるほど。え、みんな琴とかさ、ヤマちゃん、あれはどうしてるわけ。みんな練習するわけ。夜遅くまで、ね、一番残されて先生に仕事で1ヶ月ぐらいな。へえ、あれは誰が教えてくるの。専門の先生。来てくれるんだ、さすが京都本当ね。あとほら、
ブラックライト劇やるじゃん。もうあのなんだっけ、最初見た時はね感動したよ。イエーもうご機嫌だと思って。最初だけですか。今年も良かったよ。あの宮本先生って普段はどういう感じ。今ちょっと一瞬息を飲んだね。とても素晴らしい人です。厳しいことは厳しいけど、みんなの気持ちを分かってくれる。あの皆さんね、あの明るくていいですよね。僕なんかね話しててもね、あのすごいなんか親近感を感じるんですよ。そうですね、なんかみんな明るくて、明るいですね、人懐っこくて。そうですね、あのなんか明るさのなんかこう源っていうか、なんかそういうのはあるんですか。そうですね、大きい声を出すことをいろいろやってるんですね。ああ、なるほどね。それがあんまり内側に困らなくなるのと違うかなと思います。あ、発散するね。そうですね、もう二十数年前に私たちの恩師のこの山下先生がですね、山下先生、山下先生、はい、3年前に亡くなられたんですけども、日本の吹奏楽のもう父親って言われてるような方ですけどね。この先生が運動場でマラソンして帰ってきたら、はい、ラグナーファイト一遍やってみたらどうかっておっしゃったわけです。ところが私がですね、そんなことをやられたらこっち側が飲まれてしまうんでビビるわけですよね。それで分かりました言ってやらなかったんですよ。ところがね、2、3年した頃に、はい、私は気合が入ってるけども相手の方がしょぼっとしてる時があったんですね。でそれでふっと思い出して、これ先生言ってやったなと思ってやったのが、みんなが納得したわけですね。それでもうみんなご機嫌になって、おワクランファイトファイトファイトって言い出したんですね。そうですか。それはものすごく良かったんです。ですからいいですよ。そうですか。本当にいいです。もうなんか日本中の吹奏楽の人はみんなやったらいいと思いますけどね。なるほどね。それでは洛南高校吹奏楽部と織田さんが共演します。というわけで、今日は京都の洛南高校吹奏楽部にお邪魔しました。本当にみんな気合が入ってて、でも明るくてね、とってもいいバンドだと思います。そうですね、関西のバンドっていうと本当に淀川工業高校の吹奏楽部もそうなんですけど、本当にこの洛南高校をはじめブラックライト劇、あとそうですね、不問館で聴かせる華麗なる舞曲とかもそうですけど、すごくなんかお客さんと一緒になんか楽しもうっていう、すごいエンターテインメントされたバンドが多いんですね。本当になんか一緒に楽しむ吹奏楽、明るい楽しく目指す吹奏楽みたいなのをすごく感じて、僕も今日はいろんな意味で気合の張り方とかたくさん勉強になることが多くて、本当になんかいろんな学校に行くたんびにはっと新鮮な思いをさせられることが多いです。今日はとっても僕は個人的に楽しませていただきました。それでは来月はですね、あなたの学校でお会いしたいと思います。それではまた来月、さよなら。